大阪城っていうのがあったみたいですね、徳川さん。すごい眺めがいいですね。この月9のねドラマの海の上の診療所ですかね、そのロケ地にもなったみたいですね。というわけで今日やってきました。今日はね、今オリーブ園に来てんですけど、今日はねオリーブ園じゃなくてオリーブ園の前に島があるんですけど、多分気になった人もいるんじゃないですかね。なんかフェリーみたいなのが向こうの島まで行ってるのが見えたりすると思うんですけど、はい、今日はねその島にちょっと今日行ってみようかなということで、スタートします。それではスタートです。というわけで、ですね、このフェリー乗り場の前に、その観光というか案内みたいな施設があるんですけど、今日行くね、前島ですよね。この上陸地点があってということで、あんまり、そうだね、西側この辺だもんな。こっちかな。ですね、なんか大阪城っていうのがあったみたいですね。徳川西築天守のがあったみたいです。大空市みたいな、結構安いですね。お金は缶の貯金箱にください。もっくりもっくりが続けていけるよう、なんじゃこれ、あ、肩たたき、はい、というわけで前島に来ました。ですね、まだそんなに情報もわからないんですが、とりあえずできる範囲で進んでいこうかなと今日は思ってます。この辺にあるあれがオリーブ園ですね。はい、じゃあ始まります。ドッグラン、大クジラ供養塔、明治17年6月、お島の沖にクジラが現れ、地元漁民の十数隻の、
浦見岩というスポットがあるんですけど、まあこの石なんですけどね、まあそのカップルがいて、あるカップルがいて、まあ大蛇がその女性を好きになってしまって、そして無理やり結婚させたんですけど、まあその少年が青年が、悲しんで狂って死んで、でその女性もなんかまあなんか死んじゃったっていう話なんですけど、まあ詳しくはここをね読んでみてください。お願いします。眩しいな。すごい眺めがいいですねこれ。まあここなんですけど、あの月9のねドラマの海の上の診療所ですかね、そのロケ地にもなったみたいですね。結構長い、眺めがいいんで。なんかね牛の鳴き声がするんですけど、気のせいかな。牛の餌のやつかな。やってないみたいですね。懐かしいものがカップヌードル自販機が。あーでも結構なんか捨ててありますね。結構農業用のそういう肥料の袋とか、すごいですね。思った以上にゴミが多いですね。多分これ参拝なのかな。この道を通っていきます。この道に行けばあの大阪城築城の石ですかね。大阪城があったってわけじゃないですね。ちょっと意味がわからなかったんですけど、大阪城の石になったのがここにあるっていうことですね。結構ね登るのかな、あの上まで登る感じなのかな。噂の遊歩道南口の入り口です。結構まあさっきはなんか城があるとか言ってたんですけど、城じゃなくてその大阪城の石をねここで取ったということで、意外とそのそう考えたら結構石がねあるんですよね。多分削ったやつのをここまで持ってきたのかな。第一残石群まで1分で無料望遠鏡あり。おお。第二残石群まで15分。えタクシーも行けるのか。08693残石あとだ。これっていうことですよね。今もその当時の跡というかありますね。やっぱ違いますね、なんか形が。展望台到着です。今度夕日や。
学船前島展望台。陸上断席、でもまあ400年前ここで、そういうものが作業が行われてたということですね。これですね、ここで作業してたということ。しゃ、もうこれでねほとんどの部分を見たと思うんですけど、まあ、でもこれで今日は終わっとこうかな。はい、というわけでね、今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。まあ、前島、まあ、大阪城のその石で有名なんですけど、まあその夏場になるとキャンプとかもいいかなと思います。というわけでまた、行きたいなと思う人がいればぜひ行ってみてください。それではまたよろしくお願いします。またインスタグラムもやってますので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。